願います。北村恒夫君。自由民主党の北村恒夫でございます。この参議院の外交防衛委員会で質問するのは久々でございます。確か片山さつき委員長時代以来だというふうに思っております。<laughs> 両大臣よろしくお願いいたします。そしてまあ私の時間割り当てられた時間がかなり短くなりましたので質問通告したすべて聞かれない。 かもしれないので、ご了承いただきたいというふうに思っております。さて、バイデン、アメリカの次期政権、ようやく移行が本格化してまいりました。でこれまで発表されました人事を見ますと、まあ、国務長官にブリ,ンブリンケン氏、国家安全保障大統領補佐官にサリバン氏がまあ指名されたわけであります。こうした発表された外交・安全保障関係の顔ぶれを見ますと、 まあ、オバマ政権の時にですねいずれも要職に就いた高官であるわけであります。まあ、この人事を見て、えー、見えることは何かというと、ほとんどすべての政策が大統領のトップダウンで決まっていたトランプ政権と違いまして、えー、この政権、バイデン政権はチームと,チームとなって、ですね外交安全保障政策に展開してくるんだろうというふうに思うわけであります。 でこうしたことからすれば、日本側もチームプレーで取り組む必要があろうかと思います。でもう一つ申し上げたいことは、ブリンケン氏が議会で承認された、その暁にはですね、できるだけ早く茂木大臣には訪米をしていただきまして、国務長官、そして外交安全保障スタッフにですね、 様々な政策課題における日米連携を打ち込んでいただきたいというふうに思いますまあこのことは岸防衛大臣もおお言えまして次期国務国防長官まだ指名はされておりませんけれども、えー、議会で承認されたら早期に会われて日米の連携を確認していただきたいそういう思っております我が国にとりまして、えー、日米同盟っていうのは絶対でありますしここを揺るがしてはならないわけでありますのでそのようによろしくお願い申し上げます それでは質問に入らせていただきます。バイデン次期大統領、11月24日の会見でアメリカファーストは終わったと宣言しました。多国間主義や同盟国関係を重視する考えを明確にしたわけでありますけれども、茂木大臣に伺います。こうしたバイデン大統領との間で、いかなる政策課題をです、ね、取り上げて、日米関係の強化を図っていくか、ご所見を伺います。茂木外務大臣 まあこれまであのトランプ大統領、ああご指摘のように、ですねあの米国第一主義の下で、いわばトップダウンでさまざまなあの政策を進め、特にあの外交面では2国間、倍の交渉をまあ重視してきたのに対して、バイデンまあ次期大統領は、こんな対策であったり、経済回復、人種問題など、内政を重視しつつ、 国際協調路線を施行するのではないかと言われておりまして、新政権の政策方針であったりとか、具体的政策に注目をしているところであります。今後も日米同盟は日本外交、安全保障の基軸でありまして、インド太平洋地域と国際社会の平和と繁栄の基盤となるものであることは変わらないと考えております。 えー、この日米関係、えー、さらにまあ強固なものとして、えー、自由で開かれたインド太平洋の実現のため、えー、バイデン氏、次期政権と一層、えー、緊密に連携していきたいと考えておりますし、まあ、おっしゃるような国際的な課題、まあ、コロナ対策、えー、WHO の改革と機能強化をはじめとする、えー、国際保健課題、えー、気候変動問題などでもしっかりとまあ協力をしていきたいと思っております。 あの米国時間の23日には、次期政権のまあ国務長官として、外交経験もですね長く、何度も内立をしたことのあります、ブリンケン元国務副長官がまあ指名をされたわけでありまして、正式に就任した暁には、速やかにですね私も一思通を図り、現在の強固な日,日米関係の一層の発展に向けて、協力をしていきたいと思っております北村恒夫君。 えー、ありがとうございます、えーまあ、全般的にわたって、えー、お話伺いましたけれども、やはり次期バイデン政権は、ですね、えー、その外交よりもまず、えー、新型コロナ対応、あるいは、まあ、国内の経済対策の立て直しと、まあ、そちらが優先課題、順位として政策としては展開されるんだろうというふうに思っております。 で今ちょうどトランプ政権から次期政権の移行期であるわけでありますけれども、こういうときにはですね、中国という国は、えー、こういうタイミングをですね、捉えましてコー困難織りまぜ、えー、アメリカ、日本そして主要国にですね、間違いなく外交的な攻勢をかけてく、えー、るわけであります。すで既にまあ始まっているわけでありますけれども、その一つが先のエペック首脳会議において習近平国家主席が TP、えー へへのの参加への意欲を示した、まあ、これも一つの揺さぶりなんだろうというふうに思いますけれども、まあ、このことについて、えー、中国の意図、まあ、どう受け止めです、ね、評価しておられるのか、さらに、えー、アメリカをアジア太平洋地域における自由貿易体制に関与をいかにさせていくか、その辺について所見、ご所見を伺いたいと思います。茂木外務大臣 あの確かにですねあの習近平国家主席あの先日の APEC のまあ首脳会議で,で TPP11 について参加をまあ積極的にまあ検討するとまあこのようにあの発言をしているところでありまして TPP11、これはハイスタンドでバランスの取れた21世紀型のルールを世界にまあ広げていくとこういう意義をまあ有しておりましてえこうした観点から 高いいレベルのルールののーーをを満たたすすあるるエコノミーによる関心表明、まあ、歓迎をいたしておりますあの一方、この TPP11、市場アクセスの面でも、ルール面でも高いレベルの内容となっておりまして、関心表明を行っているエコノミーが、まあ、こうした高いレベルを満たす用意ができているかどうかについては、しっかりと見極める必要があると思っております。 あの米国のバイデン、まあ、次期大統領はです、ね、あのこれまで米国労働者およびインフラの主要な投資を行うまで、新たな貿易協定にまあ署名しないと、まあ、このように今表明しておりますが、まさに今、米国政権まあ移行期、その準備を進めているところでありまして、我が国としても、えー、米次期政権の政策、まあ、注目していきたいと思っております。あの日米貿易交渉進めるにあたってもです、ね最 最終的にやはり、米国が TPP に入るのが、米国にとっても一番望ましい道なんだと、こういったことは強調してきておりますんで、またあの新政権との会話の中でもで、TPP の持っている意義等々については、しっかり説明したいと思っております北村恒夫君。これまでの各種協定にまとめられた茂木大臣なので、その辺はしっかりとしておられるかというふうに思っております。 で中国の構成でありますけれども、もう一つ、えー、ことがありました、先週、中国の王毅外務大臣が訪日したわけであります、コロナ禍にあってです、ね、わざわざ日本に来ること自体、大変異例なことなんだろうというふうに思います。その王毅外相でありますけれども、外相会談後の共同記者発表で、尖閣諸島周辺の中国の領海侵入につきまして、 日本漁船に火があるかのごとき、今、発言をし、その上、引き続きは、えー、我々の主権を守っていくという発言をしております。まさにぬず,けぬずっと武武とけけだいう。 こととはこのことなんだろうという風に思いまして、断じて看過できないまあ発言であるわけであります。で、先日の参議院の本会議で同僚の山田議員まあ厳しい質問をされました。その質問に対して茂木大臣はですね。外相会議会談の中で、尖閣は我が,我が国固有の領土であること。 そのこととを明確に伝えたと答弁されましたそしてその本会議後外務省で行われました記者会見においては共同記者発表はそれぞれ一度ずつ発言するというルールで行われた共同記者発表における大き毅国務員の発言については記者発表後の会談で我が国の立場考え方を改めて強調したと述べておられますあのトランプ大統領にタフネゴシエーターと 言わしめた茂木大臣であります、えー、我が国の主張を明確に述べられまあ抜かりはなかったのだというふうに思いますそしてまあ共同発表というまあ形外交上の関連があるということも理解をしておりますしかしそれでもその場で反論は必要だったのではないかというふうに私は思っておりますそのことを申し上げた上で質問をいたします その会談の当日も、ですね翌日、昨日までもそうなんでありますけれども、中国高専、尖閣周辺、えー、接続水域内に毎日の連日入っているわけであります、で中国のこうした動きを見ますと、最近はですね、えー、領海内の侵入というのは減ってはいるわけでありますけれども、接続水域内の侵入というのは毎日のように起きている、まあ、日本側を挑発しているとしか思えないようなことなんでありますけれども。 まあその辺のこと、こうした中国の挑発にいかに対応するか、そして我が国の領土、領海をいかに守っていくか、まあ、その辺決意をお伺いいたします。茂木外務大臣。 あのまずです、ね、あの明確に申し上げたいのは、えー、尖閣諸島は歴史的にも国際法上も疑いのない我が国,の領あの我が国固有のまあ領土でありまして、えー、現に我が国はこれを有効にまあ支配をしております。同、えー、諸島をめぐり、解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。 これが基本でありますところが尖閣諸島周辺海域において中国高専によります領海侵入であったりとか接続水域内での航行が過去最長を記録し更新し中国高専によります日本漁船への接近事案が繰り返し発生すると一方的な現状変更の試みが 継続してていることは誠に遺憾だとはにだ考えておりますあの中国のこうした活動については、外交ルートを通じて繰り返し厳重に抗議してきておりまして、先週、訪日しました大毅国民との3時間以上にわたった外相会談。 あの記者発表はです、ね、あの外相会談全部が終わっているではなくて、えー、その途中で,です、ね、行ったものでありますがその外相会談においてもです、ね、特にあの時間を使って我が国の、えー、強い懸念これを、えー、まずはその記者発表の前に。 それからその後記者発表の後にもです、ね、えー、中国がこうした行動を取らないようにです、ねえー、懸念を伝え、えー、強く申し入れをまあ行ったところであります。えー、今後もまあ日本の領土、まあ、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静かつまあ毅然として対応していきたいと思っております北村常雄君。中国の宣伝戦というのは、よほど注意をしていかなければならないというふうに思,って思います。 日本が中国に対して軟化しているというその印象をですね国際社会に与えますと、西側諸国、アメリカもそうでありますけれども、日本に対して疑念を抱き、西側の結束というのは乱れていく、それが中国がよく狙う西側の分断作戦、その罠にはまるわけでありますので、その辺はよく気をつけていただきたい、そのように申し上げます。時間もなりました、最後の質問になりますけれども、イギリス・アシアの大体案について伺います、え。ー 先日、報道によりますと、新型イージス艦、イージス2隻建造へ、来週にも NSC を開いて、12月中に閣議決定する見通しだという報道がありましたけれども、まあ、これは護衛艦にイージスアショア用のスパイセブンを転用する方向で決めるということでよろしいんでしょうか。防防衛衛大大臣臣伺います岸防衛大臣 あの我が国を取り巻く安全保障環境、非常に厳しいわけであります。特に北朝鮮,の、えー、北朝鮮においては弾道ミサイル発射、核実験、えー、こういうものを繰り返してきておりまして、えー、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっておるわけです。周辺国の軍事技術の進展に伴います、多様な軽空脅威の顕在化、 まあこれはあの安全保障環境へ大きな影響を与える要因となっている、えー、このような状況の下で,です、ね、EGS ・アショアの代替案と抑止力の強化については、えー、菅総理が所信表明演説でも述べられたとおりでありますが、9月11日の総理内閣総理大臣の談話を踏まえて、えー、しっかり議論を進めて、えー、あるべき方策を取りまとめていく考えでございます。 あのこの代替案につきましては、今般、民間事業者から検討のために必要となる情報について、中間報告を受けました、防衛省においてもその報告や、あるいは米側から得た情報を踏まえて、分析、整理を、ね、実施したところですね、維持最初の構成品の養生プラットフォームへの搭載にかかる技術的な実現性の確認、 そして導入コストの規模感などの把握をすることができたわけであります。現時点で、その養生プラットフォームを具体的に何にするかということはまだ決まっておりません。今回の中間報告等を踏まえて、維持最小の構成品を移動式の養生プラットフォームに搭載する方向で、引き続き検討を続けてまいりたいと思います。 村恒君時間が来ましたので終わりますけれども、まあ、そもそもこの大体イージース・アショアというのは陸、陸海上自衛隊の負担を軽減するというところから来てるります、このイージース艦をつければ、また負担が増すんだろうというふうに思っております、えー、そして艦、ま、艇、あの小型化ということも言われておりますので、えー、まあ政府組も入れて、軍事的合理性からしっかりと検討していただきたい、そのことを申し上げて終わります。ありがとうございました